この崖を登るぞ。じゃあ行きましょう。まあな、そっちも動けないこともないようだな。頑丈ね、私たち。そうだな。ここ登り始めの場所じゃないよね。登っている間は足場を選んで、だいぶルートが左にそれたからな。元の場所には落ちないだろう。じゃあここどこなんだろう。かなり深い場所だな。建築の様式がかなり古い、相当昔に作られた場所だ。どういうこと？もしかしたら入植当時に作られたブロックかもしれない。入植当時？それ古の場所の伝承だ。古の場所？行こうミキ、目的地はあの先だ。やはり封印されている。やった、ここにはまだ誰もたどり着いていない。クロエ、ついに私はあいつより先にたどり着いた。やばい、私こそクロエだ。あいつじゃない、私がクロエだ。何にしろ鍵は今この手にある。鍵は今ここにある。ミキ、どうかしたか？ううん、なんでもない。それよりクロエ、さっきの呪文みたいなのは何なの？ああ、そうだな。そろそろ話さなければならない頃だ。私は地上を目指している。それは以前話したの。ええ、さっきのフレーズはその根拠となる古い伝承で、私たち組織にずっと昔から伝わっている。組織って？セクトだ。あいつのいたあの組織だ。
そして私が両親と足を失ったあの事故、あれを起こした組織。翼は折れたか。あいつと同じ。どうしたミキ。早くここを開けよう。そうすればミキにも分かる、私の言っていることが。そうだね。ついに私はここにたどり着いた。クロエ、この扉の奥に何があるの？鏡？ここには鏡がはまってない。印だろう。異形の翼、まさか本当にあったとはな。なんだか怖いね。何かが間違っていたということか。
ができたみたい。これは？何かできたみたい。これ。よし、これで。何の反応もないな。何か間違っているのか。よし、これで。奥に続いているな。これはコールドスリープ装置のようだが。コールドスリープ装置？ああ、かなり旧式だが使用中だ。こんなものがあるとは聞いていない。一体何なんだ、これは。どうしたの？ここに何か刻まれている。待て、読んでみる。ソア以降、深き誓いより真の世界たる地上への門を開く鍵なり。バカな。クロエ？これが地上への鍵だと？ミキではないのか？ミキが鍵では。何？何を言ってるの？これは？時にはへこむことも大事である。一体この謎の文章はいくつあるんだ。古代文字か。成功と失敗を繰り返した先に新しい道が開かれる。どういうこと？わからない。初めて聞くフレーズだ。だがここにある以上、何かを示している道。ソア以降、深き誓いより真の世界たる地上への門を開く鍵。以降、これが鍵なのか。なんて書いてあるの？桃色に掛け合わされるものこそ神の道を示す。また謎の古代文字か。個性の異なるもの合わさり17を望む。さすれば未来は切り開かれん。
何のことなんだろう。コール、ああ、恐ろしく年代物だがな。ここは一体。ここのくぼみは形が違うよ。Thank you.
誰なんだイコンとは。ずいぶん昔から正しく機能していなかったんだろう。冷凍状態のまま極限まで乾燥してしまっていたんだ。だからわずかな空気の動きで崩れてしまった。じゃあつまりこの人はとっくに死んでいたってこと？ああ。我々の探していたものはすでに。ということか。これが、こんなものがあいつの探し求めていたものだったの。こんな何の役にも立たなくなったもののためにあいつは戦い、あの事件を起こし、私の両親と橋を奪い、私に失望し、私を見捨て去っていった。そうなの。なんだあれは。本？何をしてるの？マーカー？死ぬにはまだ早いようだ。マーカーはまだ次の目的地を指し示している。次の目的地って？今度こそ地上への出口だ。インクがまだ乾ききっていない。つい数分前に書かれた証拠だ。やはりあいつは生きてここにいたんだな。あいつ？あいつって誰？私の個人的な知り合いだ。どんな人？聞いてどうする。お前には他人だ。いいから教えて。何者なの？どんな人？私を組織に導いた女だ。私はその女から名前を継いだ。そう。じゃあ行きましょう。この先にあいつがいる。あいつがここだ。電力が来ていた形跡があるのはやはりあいつが細工したか。エレベーターが降りてくる音もしない。壊れてるの？あいつが乗っていってその後また電力を切ったんだろう。今は死んでいる。ここから電力をつなげられないの？無理だな。どこかでモーターそのものの回路を切ったんだろう。あいつならそうする。その人のことよくわかってるのね。ドアを開けるぞ。まさか。ああ、中のシャフトから上へ登る。メンテナンス用の足場があるはずだからな。これを登るの？怖いか？
別に。おい、古い施設なんだ。ちゃんと強度を確かめてから。待て、これは何だ。マーカーだ。座標は00アスタリスク。アスタリスク XA0 YA0 ZA22 か。くそ、上垂直に登れるだけ登れか。指示されるまでもない。上自力で登るしかない状況に導いておいて、こんなものを。登ってこられるものなら来てみろと、そう挑発しているんだよ奴は。飛んでみろ。どうした、翼はやはり折れたのか。折れてなんかいない。私はだってもう歩ける。以前のように飛ぶことだってできる。こんなはしごどこまでだって登ってみせることぐらいできる。クロエ大丈夫、行こう。長く使われてなかっただろうからな。いきなり二人分の体重には耐えられないか。やはり私は間違っていなかった。地上への鍵はお前だったか。私はそんなんじゃない。翼は折れたか。折れてなんかいない。私は飛べる。私には翼がある。それは真っ白な翼ではないだろうけれど、それでも飛べればいい。